ケー。じゃあ右に、行きましょう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。みんなありがとう、みんなありがとう。ここはもう2の人いないね。よし、進みましょうか。いや、ほんとね、キャンプ残しておいて正解ですね。で、森をね、やっぱこの太古の森をそのまま生かしておくっていうのも重要ですね。うん。そのことによってね、鹿がね、結構ね、この狩り場に現れるようになって、それでもお金がね、溢れます。まあ、いらないんだけどね、こんなにも溢れてるから。どんだけだっていうぐらい溢れてるからね。あ、大丈夫っぽいね。カタパルトもここまで来れてますね。じゃあ、進んでいただきたい。頑張ってね。頑張っていて。で、ここを雇いましょう。ギリギリまで雇っていきますよ。ありますね。さあ、壊したらね、ブワー溢れるんで、ここはね、乗り越えたいところですよ。で、ここ乗り越えたら、おそらくね、その右って行ったことないんだよね。その右にね、攻撃力増加の石像があるんじゃないかななんて思います。さあ、ちょっと兵力の確認をしに行ってみましょうか。もうこのままね、ゴールまでガーン、クリアまでガーン行きたいですよ。右まで制覇した際はどうなるのか分かんないんですが、全部整地したいかななんていうのを思いますね。綺麗さっぱりね。さあ、戻ってまいりました。お、ちょうど弓拾ってたね。何人かもう弓になってたみたいね。うん、オッケーオッケー。溢れてますね。もう大工も必要ないですね。まあ、あとは農家の方が、もう右のね、拠点がね、そんなに開けてないから、まだいらないと思いますね。基本的に土地がないと、耕す土地がないと、農家の人増やしても、拠点のとこでうろうろするだけなんですよね。で、ちゃんとこうやって畑作ると、ここで、やってくれます。ただね、お金が溢れてるんで、わざわざここにやる必要はないかなと思います。ただ、左の方にね、大きくお金を取りに行くよりは、右を攻めてるなら右で畑を作って、そこで資金を調達していく方が非常にスマートなやり方になるので、まあおすすめですね。さあ、右どうなってるのかな？戦ってるのかな？そんな私ボンミスにしないよ。来てるね、来てるね、来てるね、来てるね。さあ、みんなお金の時間だ。お金が欲しいだろう、みんな。お金、地獄の沙汰も金次第と言いますかね。はいはいはい、もうお金が欲しいんでしょ、みんなが。特殊部隊がやられてるんで、とりあえず、特殊部隊を雇い直すっていうのが必要ですね。あとはここで乗り切れるかな。カタパルトが今回あるんで、いけるとは思うんですが。OK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 。よかった。なんかさっきより全然いけた。さあ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 。あ、またさらに雇えますね。もうここね、ほんといいよ。無限にニートが湧いてくるからね。無限にニートが湧いてくるのが本当に国のためにいいのかって言われたら、ちょっと、まあ、謎なんですけども。3日目か。OK。さあ、弓兵を行ってくれ。で、特殊部隊の方も発動させましょう。次ら辺で壊せんじゃないかな、おそらく。あの遺跡ね。で、溢れてくるんじゃないかなと思うんだよね。その時のために弓は常に欠かさないようにしましょう。資源をね。うん。さあ、右の様子だ。なんか白い服着た人がなんか弓兵に増えてきてるけど、こんな人いたかな、最初から。ありがとう、みんな。ありがとう。カタパルト操作する人が、あ、2人ちゃんといますね。さあ、ここで死にかけてた。あ、いた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 。よし、みんな潜ってくれ。よく生き残った、あんたたち。そこからよく逃げてきた。弓を用意してあるから、どんどん戻ってくれ。
代わりにね別の特殊部隊をね、送りますから、シールズとかね送りますから任してくれ。君たちはね家に帰ってとりあえず、傷ついた体をね癒してほしい。女王がね、そばについてるなんかもうそういう感じで私やってるよこのゲーム。 2D でこんな王女の顔もないグラフィックですけど、なんかねそういう設定を盛り込んでいくのが私すごい好きですね。これどういう気持ちで王女はね派遣してるんだろうなとかね、王女いつ寝てんだろうなみたいな、馬もっといないのかなみたいなさ。さあ、夜になっちゃうかな。あの人たちが戻るから、まあ、追いかけて弓を、補強して、特殊部隊を派遣しましょうか。ただね3日、次4日目になるからブラッドムーンと被る恐れがあるね。そうなると大変だからちょっと気をつけていきましょう、ブラッドムーンが終わってから攻める形にしましょうかね。立て続けに来られると大変だからね。よし帰ってきたぞ。あ、もう早速弓なくなりかけてるよね。はい、どんどん来てください。左の方は本当にもう安全ですよね。なんか左の方も様子見に行ってみたいですけど、もう暇ないですね。右のことが手一杯でね。さあ、いつになったら帰ってきてくれるんだ。まあ、その間にちょっとね、いろいろ雑談をしてみたいと思いますけども、コメントね、たくさんありがとうございました。毎回ちょっと確認ができなくってね、もしねこう有益なねアドバイスなんてのもねしていただいてて、こうすれ違いでプレイしているっていうこともね多々あるんですが、私なりにね結構ね頑張ってねここまで来ました。さあニーツの方やってきてますね。弓を取ってくれ。ありがとう、お小遣いもくれる。ただねそれ水の中にドボンするから。さあ、これラグってるってことはね、ちょっとした大群がね右から来てるんじゃないかな。大丈夫かな。 1,2,3,4,5 人、ニートの方が来てるので、ここで弓を全員に持たせてから右の様子を見に行きましょう。少しね多分被害出てる可能性あるね、今のラグ差で行くとさあまずはここで全部、持たせて弓を、で弓を全部こさえた後に忘れないうちに、銅像金あふれすぎでしょ、銅像をに祈っときましょうか。防御力をね耐久度を上げときましょう先にね。結構ね遠いから忘れやすいんだよねあれで、間に合わないっていうことがね多々あるんでね。ここも直しといたらいいんじゃない、これ。なんか本陣営でなんか手持ちぶさたなね方たちが何人か大工の方がいたんでね、そこで活躍しといてくれ。金ならある。うちは国家予算が半端ないからね、金ならあるよもうバブルだよねこれ、バブルになってきてるよね。ああいや、ちょうどやっぱ切れてましたねこれ、危うい危うい。 OKOKOK、 これでいいでしょう。さあ右の方行きましょう金じゃ世の金を全員に分け与えてあげようわらわかな、なんかどういった王女なのか知らんけど、ちょっとしたなんていうか豪傑な感じの人なんでしょうかね、アリーナ姫みたいな、ドラクエでいうとこの。さあ右まで行きましょう。村人に持たせとけばあのイケポチャしなくて済むんですよ。まあいわゆるそのまあ一時的に村人の財布に保存しとくという感覚で、まあ間違いないですね。もう私が持つとね
馬に乗せれる金貨の量って決まってるからね、もう家に置いとけよってなるんだけど、ここに宝箱かなんか作ってそこに置いとけよってなるんだけど、うん、よし右の方行きましょう。あ、またニートの方がいますね。ああ、もう雇い放題だよね、ほんと。さあ、ブラッドムーンか。兵力、兵力。ブラッドムーンうまく生き残れば、そのまま突っ込んでいきたいと思います。さあ、みんな戻ってきてくれ。さあ、始まるぞ。あれ？残存、前に行ってる人たちはもういないのかな。ああ、よし、金の力でまずは、このブラッドムーンをね、ブラッドムーン、あ、まだブラッドムーンじゃないのか。まずは兵力を減らすと、ここで。これ結構いいですよ。金の力でなんとかなるもんですからね。まあ、帰っていってくれるから、これ。おとなしく帰っていってくれる。結構いいやつら。で、問題はゴリラなんだよね。ゴリラは金にね、糸目をつけない、いや、金なんかどうでもいいっていう人たちなんですよ。人ではないな。 OK、 いい感じだ。よし、乗り切った。次のブラッド分を確実に乗り切っていきたいという感じです。その間に準備しておきましょう。兵力を増やしていきましょう。うん、フリーズしかねないですけども、もうそれもね、もう仕方ない。もう敵との戦い、そしてフリーズとの戦い、65日に行きました。すべてとの戦いを、戦っていくということです。お金事情。あの金で最初の、まず今回の、ブラッドムーンは最初の兵を減らします。うん、全員お金で買収した後にゴリラだけ、ゴリラと宇宙人を残して、あとは、皆の者に片付けてもらうという感じでしょうか。うん、さあ、見逃さずニートの方たちも呼んできまして、全部弓兵に費やします。さあ、そして1日終わったから、あの防御の銅像も、もう一回補強しておきましょうか。もうお金をつぎ込んでおきましょうか。もう何でも金次第ですよ、ね、ただ金次第っていうのはね、助かる。金だけは溢れてる。まさにもう優雅如しもうね、溢れてる状態、こうやって。いや、いいね。いや、こんなね、リアルでもこんな感じになりたいよ。もう便所の紙が一万円札でできてるようなね、お坊ちゃまくんみたいな生活したいよ。いや、ダメだって。多分それ犯罪だからっていうね。お札とか燃やしてもいけないし、コピーしてもダメだし、ダメなんですよね。そういうことしちゃね。雇おうか。この方たちも雇おうか、もう。なんとなくだけど。うん。よし。お金が有り余ってるから、もう払える人に払っていって、経済を回していくっていうのが大切ですよね。ちょっと待って。お金ありすぎだから置いてくから、これ。振りまいていくから、ちょっと、行商人の人ね、一つね、10ゴールドぐらいでもいいよ。ハンマー1個10ゴールドぐらいでもいい、全然。その代わり、馬くれないかな、その。2頭目の馬くれないかな。なんか、ほら、スパルタの時にさ、よくあるさ、スパルタ兵がなんか乗ってるようなさ、馬に2匹で馬車引いてるような、ほら。ガッドッとコドッとコドッってあるじゃないですか。あれみたいにできないかな、馬力。さあ、始まる、始まる。急いで戻ろう。ブラッドムーンが始まる。よしよしよし。急げ急げ。この、これを乗り切ったら進むんや。あのゲートに進んでいくんや。よし。あれ、なんかニートの方たち来てるけど、多分途中で雇った人たちですよね、あれ。さあ、行くぞ。ここにまたニートの人がいますけども、馬が疲れております。さあ、どうぞ。よし、いける、走れる走れる。
どうだ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 。コインニートにしたんです。よし。雇っといて、お金をばらまきに行きたい。間に合うか。ブラッドムーンが始まってる。あー。これはお金を。ほらほらほら。持って帰れ持って帰れ。持って帰れ持って帰れ。ちょっとこれ前に出れないな、これ。でもね。うわわわわ。お金でなんとかあのご勘弁をちょっとフリーズしかねんフリーズしかねんちょっと待ってお金でお願いしますあのまともに動いてくれ私の PC スペック結構あるはずなんだけどそれでもこういう状態になってるから乗り切れみんな乗り切れカタパルト役立ってるいや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 、弓兵頑張れ、弓兵頑張れ、弓兵頑張れ。いける、お前らならいける。あ、いったいった。よし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 。金銀財宝をみんなに分け与えようじゃないか。いったな。よし、攻めましょう。特殊部隊を呼びましょう。オッケーオッケー。いや、とんでもない死闘だったね。あー、やばかった。よし、こうして右の方の人たちを雇いつつ、雇いつつ、特殊部隊を呼ぶと。これでね、右も壊したいね。さすがにね。いや、やばかったな。やっぱこの、弓兵が乗っかってるものとセットにならないと、やっぱりちょっと厳しい部分があるね。めっちゃ帰ってるもんね、ニートの人。これ大変やな。もう誰が誰だか分かりませんね。一人一人の名前覚えてられないぞ、女王これ。名前かぶり始めるんじゃないか。同姓同名とか出始めるぞ、これ。あ、特殊部隊、進み始めてるやん。いいタイミング、いいタイミング。あとはもう弓兵をガンガン雇います。雇るだけここで雇ってから右に行きたいと思います。このね、縦の人があそこに出揃ってから出撃させるという感じですね。それまでは弓をここで、補強していくという感じです。ちょっとね、チョコなんか食いながら私ね、やっておるんですけども、チョコリエールというね、私ね、ブルボンのお菓子すごい好きなんだよね。ブルボンのお菓子めっちゃ美味しくないですか？チョコリエールでしょ？バターロールでしょ？あと、なんだっけ、ホワイトロール、ホワイトロールでしたっけ。なんかあとクッキーみたいなのあるよね。なんだっけな。なんかもうほんとブルボンの詰め合わせとセットとかすごい美味しいよ。あれ食いながらめっちゃはかどるよ。あ、行商人の人も来た。あ、しかも弓を置いていっていただけたと。素晴らしいですね、この弓不足のね、弓難の時代にね、よくやってくれました、あの行商人の方は。よし、もうやった。すごいな。この職業安定時も半端ない弓の生産量やな。よし、これも大丈夫かな、全員。あ、もう全員大丈夫。いや、すごい、やっぱあれだね、金の力は偉大ですね。全員にもう弓をまた持たせて戦場に放つことができましたね。よし、これで OK。行きましょう。この夜を乗り切ったら進ませるっていう感じでしょうね。はい、よっと。ニートの人も雇いつつ。お、縦、だいぶ進んできてるね。いいね、いいね、いいね。まあ、このお金は、敵を買収するのに使いましょう。そろそろ来るでしょう。来てるかな？君大丈夫、いける、行ってくれ、買収してやる、あいつらは買収してるから帰ってくれ。あ、帰ってたなよし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 。あれ、一人すんだ、マジか、一人すんだね。 OKOKOK。 じゃあ、進ませていただきましょうか。あ、危ない危ない、こんなお金いらない。夜が明けると前に出てきてくれるんで、それで、ゴーと。
あれ弓兵足りてるこれ。石壁の左の方にいるでしょ。あの人たちが来てからこれスタートです。さあ行こうか。左のあの弓兵の人たちも残っといてほしいんですけど、ちょっと残業的な感じでね。さて壊せるでしょうか。溢れてくるからね。溢れてきた時のためにですよ、お金をばらまいとくっていうのはありですよ。あったあったあった。手伝いましょう。うん、これは手伝っていこう、経済力で。あんまりねお金をばらまきすぎて王冠をパーンってならないように、ここは絶対に気をつけていきますんで。足りてるこれ。こんなもん、こんなもん。これ2回目のアタックかな、3回目だったかな。多分そろそろ壊せるはずなんだよね。さあいけるかな。頑張ってね、青レンジャー、黒レンジャー、黒レンジャー、黒レンジャーばっかりや。いけるいける、頑張れ頑張れ。お金をね、こうお金置いとくから、お金持って帰らせたい、お金持って帰らせたい。そう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 、お金持って帰らせるから。そう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 、お金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 、よしよしよし、いいんじゃない、いけるんじゃない、いけるんじゃない。これ盾壊されてる、盾壊されてる。盾壊されたね。で次でいけます、これ3回目のアタックでいけますよこれ。よしよしよし。でブラッドムーンがね、あと3日後か。うん、ブラッドムーン前にもう1回攻めれるかな。復活させましょうか、あの特殊部隊の人たちを。ここのとこから、税金の方をいただいて、また雇えるね。よし、雇えたかな。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。人になってましたけど、このやり方も素晴らしいですね。さあ行きましょう。やっぱね全滅してますね。